急に呼び出したりしてごめんなさい。私も詳しいことは聞いてないの。これからあなたが潜ろうとしてる相手はある事件を追っていた警視庁の刑事だそうよ。次々と6人もの人間が失踪し5人が遺体で見つかっている例の事件。分かってると思うけど、あまり意識を刺激しすぎると相手があなたの存在に気がついてしまう危険性があるわ。もしそうなってしまったら私たちには対処できない。
最悪の場合あなたは相手の意識に取り込まれてしまうかもしれない。大月先生、君の力を発揮する時が来た。彼は刑事だ。警視庁捜査一課日下部清武、今朝都内の路上で倒れているところを発見された。頭部に重傷を負っていて未だ意識不明が続いている。こちらは警察庁の能仁警備局長だ。立ち会いに来られた。彼が犯人と接触したことはほぼ間違いないと言っても、君にやってもらいたいことは犯人探しではない。7人目の行方不明者を探し出すことだ。これまでの被害者は必ず2日後の朝には遺体で発見されているが、彼女だけは今日になっても発見されていない。つまり生存の可能性があるという。彼が彼女の居場所を知っているとは限らないが、とりあえず手がかりは彼の記憶の中にしかない。大月先生、時期尚早ではないでしょうか。私たちには彼を呼び戻すことができません。確かにそうだね。しかし相手の意識の混乱や拒絶を利用すれば脱出の確率は高くなる。でも相手の脳波をモニターして送り返すことぐらいしかできないんですよ。彼がそれを感知すれば脱出の確率はさらに高くなる。確率にかけろとおっしゃるんですか。今は彼を信じるしかない。救命者は立花理事長のお孫さんだ。立花由美さんです。私たちはお嬢さんが無事でいると信じています。君の力は本来人が持ってはならない能力かもしれない。しかし今彼女を救えるのは君だけだ。孫をよろしくお願いいたします。相手の意識を盗んだ。ほんの少し押すだけ。